こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はですね、シドニーで企業ネットワークという、まあ、企業、オーストラリア、あるいは日本で企業を経営している方、そしてオーストラリアで留学、あるいは企業の社員として派遣されててですね、これから起業したい方の、ネットワークがありまして、そこで講演をさせていただきに行きます。そこでやる講演が、3日以内に結果が出る戦術で戦う。大したね、努力をせずに勝てる市場の見つけ方という講演をしてきます。で、まあ、この講演の内容はですね、またご希望の方には、まあ、動画なんかをご紹介させていただきますけど、転売の方で、まあ、どういう考え方で私が、サポート、指導をしているかについてちょっとお話しさせていただきます。まあ、今日のね、話も、まあ、この応用編ですね。私は戦略というのをですね、まあ、非常に大切にしてます。で、戦略というのは誤解している方がいるんですけど、何をやるかじゃなくて、何をやらないかを決めるのが戦略なんですね。で、戦略っていうとよく出てくる図式にですね、攻撃力イコール兵力数の事情かける武器性能というこの式が出てくるんですけど、まあ、なぜか、ね、日本の本とかを見ると努力が大好きなんで、人よりたくさんこの兵力数のところを増やすと。能力が大してなくても、ここは事情なんで、働く時間を長くすればね、勝てるという話になってますね。この記事を書いた方も、4倍の時間働くすると圧勝できますと書いてあります。才能が劣る人でも通常の4倍時間を投入すれば、まず負けることはありませんと、ね、いうふうに書いてます。で、本でも、まあ、ランチェスター戦略っていうのがね、この仕組みを日本に紹介するときの名前なんですけど、このような話を書いている方が多いです。ところがですね、戦略っていうのは本質が全然違います。ここをどうするかじゃなくて、こっちですね、攻撃力。で、攻撃力って書いてあるから迷ってしまうとか誤った解釈してますけど、これはどんだけ力があれば勝てるか。ね。で、勝てるっていうのを商売に持っていくと、どれだけここの数字があれば儲かるかっていうことになります。だから自分が今持ってる力で儲かる商売を見つけるっていうのが戦略ですね。こっちで努力しろとかね、そういう話は戦略でも何でもないです。ただの根性論。まあ、だから、ランチェスター戦略、せっかく勉強しても打ち死にする人が多いってことですね。で、転売で考えると、なんで私が Amazon 輸出を進めてるか。まあ、それはですね、利益が出るまでの必要な指数が、ここは少ないですね。まあ、大した能力もないと。大した資金もないと。でも日本市場にいると。日本に住んで日本語がわかるというだけで稼げる可能性が高いということで、Amazon 輸出を進めてます。で、ここの数字がですね、低いのと高いの、難易度はそれぞれあります。今時日本でですね、白物家電を作って儲けようと思ったら、ここはとてつもない、攻撃力が必要になります。まず、普通の人は無理ですね。だから、個人の普通の人で持ってる資金力、あるいは持ってる目利き力、あるいは目利き力は全くないのか、まあ、その辺の話をですね、総合して、輸出なら勝てるのか、輸入なら勝てるのか、アフィリエイトがいいのか、まあ、そういうのを判断してですね、それぞれに合った方法を進めてます。で、ほとんどの場合、一番成功率が高いのは Amazon 輸出ということで進めてます。で、ただ Amazon 輸出とざっくり言ってもですね、何のネタを選ぶのかで、またこの必要な、儲かるまでに必要な能力も変わってきます。まあ、この辺の戦略を立ててですね、まあ、きちんと何ができるかを見極めて、何をすればいいか、何を扱えばいいのか決めるのが、転売アカデミー、まあ、私のやってる個別サポートの中身です。まあ、だから、よそで稼げなかった方でも稼げるようになってます。それは Amazon 輸出で頑張りましょうと、長時間頑張りましょうというざっくりした話じゃなくてですね、あなたは何を扱えば儲かります。あなたはどこにまめに行って商品を見つけてください。あなたは本を使って商品を探してください。あなたはネットを使って探してくださいというふうにですね、具体的な個別のサポートをさせていただいているからなんですね。そんなわけで、まあ、戦略の話なんですけど、稼ぐために必要な攻撃力。まあ、これは、何を選ぶか、何の商材を選ぶかによってまちまちです。ただ、いずれを選んでも言えていることは、1位にならないと非常に稼ぎにくいということですね。だからニッチな分野で1位になれる商品を探すという形で、何なら1位になれるか、何なら稼げるとこまで楽に持っていけるかっていうのを、
重点的に考えて、何を扱うかを決めていくといいです。これは通常自分で決めるのは非常に大変なんでですね、私がサポートさせていただいてます。ご関心のある方はですね、Amazon 輸出無料セミナー、この動画の下のリンクから登録できますんで、まあ無料なんで登録してチェックしてみてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。